週刊朝日5月で休刊へ。睡眠、週刊朝日休刊か、〇〇〇以外の言葉が出ない、がネットで話題。内容はこちら。週刊朝日の休刊に対する睡眠の感想が話題のようです。では、まったりさんのツイートより内容を見てみましょう。まったり。週刊朝日休刊か、ザマー以外の言葉が出ない。この数ある表紙こそが、休刊に追い込まれた一つの要因ですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。朗報。とりあえず飯馬。永遠にお願いします。休刊？廃刊でいいじゃん。改めて見ると、本当にひどい雑誌だな。これが世間の正しい反応。これが世間の真っ当な反応ですね。朝日新聞は、しかと目に焼き付けるべきです。次はこちら。必要ないものが淘汰されるのは、資本主義の原則です。市場が健全に機能しているということですね。これからマスゴミのリストラが加速します。天罰にて廃刊、と言ってほしいですね。事実上の廃刊だろ、かっこつけんなよ。因果応報。天罰であり、因果応報ですね。次はこちら。次は本丸ですね。嘘つきあえらは拝観しないんだ、かっこ笑い。ついでにあえらと週刊金曜日も運命を共にしてください。あとは粛々と朝日新聞を拝観してね。朝日新聞こそ日本の不幸。朝日は不動産だけしとけわらわらわら。朝日新聞の嫌われ具合。半端ないですね。最後はこちら。そういえば見なくなった雑誌だ。銀行とかにあったよね。もはや銀行に雑誌もないけど。誰が紙媒体で情報を得るんだよ。時代の流れか。人類の勝利。時代の流れもありますが、朝日新聞の体質の方が大きな要因な気もします。結論。週刊朝日が5月で休刊という報道が流れた瞬間、多くの人が歓喜の声を上げています。なぜ多くの人が歓喜の声を上げるのか。それは、朝日系列が多くの人に嫌われているということ。なぜそこまで多くの人に嫌われているのか。それは、朝日新聞の左に振り切れすぎた体質と、度重なる反日報道や日本下げ報道を繰り返し行ってきたことで、日本国民の信用を失ったからです。朝日系列は、このまま衰退やるのみでしょう。もう信用は戻らないと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。